あれですね、僕なんかはもう潰しが効かないですよ。だって今例えばあの車の免許取って面白いっつって35でですよ、これやっぱりレーサーに今からじゃあなりたいっつって、まあ潰しが効かないとちょっとあのネガティブな感じしちゃいますけどね、まあ変な意味じゃなくて、なんかいつもやりたいんですよね誰もが。でもね、やっぱその今じゃレーサーやるっつってこれまたゼロからスタートっつってもね、これ無理ですからね、うん、そうすると当時やっぱ音楽たまたまっていうか、やっぱ非常に歌があってみんなに誘われて歌を一生懸命やって、まあそれでなんとかこう面白いと、でもやっぱそこに必死じゃないですけどやっぱすがりつくじゃないけどっていうところは今振り返っちゃうから非常に重くなってしまって、まあでも言うとそういうことじゃないかなというふうに思いますね。じゃあ他には道はないみたいな、音楽だけが一番もはやエネルギーを燃やせる媒体というもはやねものだったんですね、はい、もはや、うん、あの洋楽とかちょうどあのテレビでそのビデオクリップって、うん、プロモーションビデオみたいな、うんうん、そういうのを見るようになってかっこよかったですね、うん、それはね、トミーと同じだ ね音楽雑誌見てミジャンがかっこいいと思って、例えば今から僕はレーサーになろうっつったって10代にはいけないんですよね。まあね、そうするとやっぱりいつでもやりたいことっていっぱいあるけど、まあ緩やかに死んでいくっていうかね、うん、やっぱその部分でいい出会いがあったっていうのは確かだとは思うんですよ、うんうんうん、偶然ね。まあでも途中でやっぱ今が急にやっぱみんな辞めちゃうかもしれない、それはちょっと分かんないんですけどもね、まあ、必死一生懸命やっぱコンテストもなんか目標設定を決めて、じゃあ次はヤマハのイーストウェストで勝とうとか、じゃあ次はそれこそライブハウスにテープ持ってってあのやろうとか、そういうなんかそこはやっぱり一生懸命やってましたよね。じゃあだいぶ自分たちでそういうコンテストとかテープ持ち込むとか努力はいっぱいしたんですね。いやスタジオ僕で撮ってた、僕マネージャーじゃないのになかった、やっぱ好きだったみたいで、それなんか一生懸命そのだから新井垣、さっきの新井垣に電話して、あの今度の火曜日と金曜日とあの練習お願いしますって2時間でみんなで500円ずつ出し合ってね、で1000円なんですよ1時間、ずいぶん安くしてくれて良心的で、で500円ずつみんな出し合って、で喫茶店行って僕が2時間半喋るみたいな、そういう暮らしをずっとしてましたよね。じゃあその2時間半何を喋ってた、あれはみんな3人おとなしく聞いてるんだ、何を一番喋ってた？いや、音楽のことも喋ってたし、あとでもその時は詩のことですよ。誰も聞いちゃくなかったんですけどね、一生懸命次こういう曲作ろう、こういう曲作ろうっていうのはやっぱりずっと話してたような気がしますね、うん、なんかこういるのがやっぱ楽しかったんですよね、うん、それでやっぱりそれをみんなやっぱ黙って、やっぱ黙ってるってどう思ってるか知らないけど聞いてくれるし、うん、やっぱそこでいっぱい一生懸命こう言って、そうするとみんなもなんとなくそういう気持ちに、分かんない、宮地なんか言ってるけど、まあなんかベラベラ喋ってるけど、まあどうもなんか一生懸命言ってるみたいだなっていうふうに思ってた、それはどうだか知りませんが、まあ今でもそういうところはあるんですが、まあすごいそういう喫茶店に行って話すのが何しろ練習終わって言ってましたね。でも宮本さんそれだけ喋ることをあったってことをやっぱ一番というか真剣に考えてたんだね、このエレカシ このどのようにしていこうか、何を歌に織り込もうかっていうことをね。やっぱ売りたいっていうのはやっぱすごいあったんですね、僕らのことを見てくれと、うんうんうん、だから花男なんか俺の姿を忘れるなっていう歌は僕はファーストアルバムで僕らで やりましたけど、やっぱそういうなんかだからどっかやっぱはぐれてたのね、あんたあみんなが結構もうここのでも悪くはないんだよな、不良じゃないんですよ絶対、でもそういうのやっぱこうきっと嫌だ、つまんなかったわっていうのと違うし、まあ緩やかな退屈っていうか、退屈でなんかこう退屈じゃないですか、なんか、うん、そうするとやっぱなんか一生懸命やるっていうのがいいと、うんうん、だからラッキーはラッキーですよ、僕らなんかやっぱ音楽っていう、うん、とりあえずそのコミュニケーションの、まあこうやってあれだけどぼーっとしてるよりもとりあえず音楽っていうのは、まあこれちょっと月並みな言い方になってしまうんですが、
そのみんなでとりあえずパートがそれぞれあって、うん、歌とベースとドラムとギターってあって、うん、まあ音楽っていう共通項があるから、まあ、その結びつきのやっぱり接点にはなってたような気がしますよね。そうだよね。そうするとその頃からこの集まってると表の社会っていうのは自分たちと表の社会となんかこう溝ができたりしないですかね。そんな気づかないんですよ。アマチュア時代っていうのは要するに何を一生懸命って、でも一番気づいたやっぱ契約が切れた時がありまして、うん、それはエピソードだ。そう、契約切れたってまあ7年間もね、うんうん、いましたから、うん、そういった意味じゃ実はある意味じゃ非常に温情のある今考えると、うんうん、もちろんレコード会社なんですが、まあ、うん、結局売れない、うん、そしてやっぱりしょうがない、やっぱりその僕ら商業でもちろんやってるわけだから、うん、そこでそんなの僕ら抱えてもいなかったけど当時は、うん、やっぱそこで一回ケア切れる、そうするとやっぱ社会と接点というか、俺は一体何なの、28ぐらいだったよね、もうね、27、8で、それまで音楽僕らはもう本当に中学校の時、まあ、高校中学高校からずっとやってて、それまあ仲間で、まあ、仲良し恋しじゃ決してなかったけども、そういう一生懸命やってて、ポツとこう放り出されちゃったんですよね。そうだったね、うん、どうしたもんかなと、うんうんうん、いうのでだからみんななんかアルバイトとかやってたでしょ。まあ、当時やった、うん、それアルバイト始まったって。ハビさんね、あれみんなどうやって暮らしてたのか知らないですけど、うん、給料さ、僕は8万円ぐらいしかもらってないです、月に。当時みんな笑ってないですけど、これ笑い笑いじゃないですか俺どうやって暮らしてたのかって言ってみんな